はい、こんにちは、グランピー池田です。大好評いただいております、シグのランドなんですけども、もう一台、組み上がってきましたので、こちらをご紹介します。で、今回の、カスタマーですね、お客様はですね、もともとロングホールトラッカーですね、サーリーの、ツーリングバイクのロングホールトラッカーに乗られてた方です。で、そのロングホールトラッカーで、通勤ですね、家からまあ会社まで通勤をして普段使われて、でたまにコーヒーを飲みにちょっと港に行ってみたりとか、河川敷を走ってみたりとか、そういう使い方をされてた方です。で、そこでですね、でもう一段階速い自転車がないかなというので、ずっとこうロードバイクをずっと検討されてまして、で、いろんなこう自転車、これはどうだこれはどうだというご相談をずっと受けてた方なんです。ただやはりそのロードバイクに完全にこう振ってしまうと、今度は実用的な使い方がちょっと難しいと。要するにバスケットをつけたり、キャリアをつけたりと、そういう毎日使うという実用的なことがちょっと難しいと。で、しかも2台持ちはなかなか難しいと。1台でなんとかできないかというところで、いろいろ探した結果、ちょうどよくですね発売したのが、シグのランドだったと。で、決めていただいたのが今回の、カスタムという感じになります。どういうふうになっていったかというのをちょっとご説明しましょう。ですね、今回はこのようになりました。はい、実はですね、お客様のこのカスタムで 700C の、ホイールを使って組むのが、今回実は初です。で、なぜ 700C にしたのかと言いますと、まずオールロードバイクですね、のように軽快にスピードを出して走れるようにしたいというので 700C を今回は選んでおります。ちなみに今つけているタイヤはこれですね、ちょっとぐるっと回しまして、IRC の、冒険の、700の40ですね。はい、オールロードバイクでよく使われるサイズです。この、タイヤでももう余裕を持ってランドには、装着ができます。で、今回はタイヤもちろんチューブレスで、作っております。なので通勤中に、もし画鋲がこう刺さったりとかガラスで切れても、まあ、大丈夫ですよというような、意外とこうチューブレスで通勤にもおすすめな、タイヤになりますので、こちらを指しています。で、以前動画でご紹介しました、オールロード、マビックのオールロードホイールセットですね、これを前後に入れて今回は組み上げているという状態です。で、使っているパーツですね、こうサドルですとか、こうクランク周り、後ろのギア、このバスケット、このあたりはですね、ロングホールトラッカーのパーツをこう移植しております。なので全部新しくして組み上げるというのではなくて、今持っているパーツ、今乗っている自転車からランドに移すというのが、簡単にできるのがこのシグのランドの特徴です。いろんな自転車、今まで出てきたような自転車と規格を合わせてますので、パーツの移し替えができるというのが、いいところですね。で、ロングホールトラッカーから移しましたので、今回はこれも初めてなんですけど、クランクをですね、トリプルで、今回装着してます。で、これ実はですね、ダブルシングルを主に想定して設計してたんですけども、トリプルでも全く問題なく装着できましたので、もし、クランクトリプルもやりたいという方がいましたら、これもぜひやってみてください。全く問題なくいけてます。はい、こんな感じですね。で、今回のランドは700C のこういうまとめ方をしているんですけども、ランドは3サイズですね、ホイール展開、ホイールサイズが選べるようになってます。装着できるようになってます。で、700以外で、まあ、650B ですね。650B とあと26インチが、選べます。この3つが、お好きなやつでこう装着してカスタムしてというのができるのがこのランドになります。で、今回、まあ、このセッティングしてるんですけども、
本体は M サイズを、採用しております。あと標準カラーの梨地ですね、梨地の色、黒色を使っております。でよくコメントで入るんですけど、だいたいこのサイズ感で、身長175センチ、6センチの人が乗るのが、まあ、こういうサイズ感で、今回は組んでおります。でステム、が、70ミリです。ランド、ここが少し長いので、ちょっと短めのステムが、ドロップハンドルで乗る場合には、おすすめなので、今後カスタムする方はぜひ参考にしてみてください。はい、そういう感じかな。で、オンラインショップですね、完成車、はい、ですね、値段を、ちょっと言っておきます。これでいくとですね、もともと持ってたパーツをご持参いただいて、組み付けております。でフレームが、108,000、基本色のペイント込みで、ホイールですね、ホイールが36,000円です。であと変えたのはですね、ブレーキなんですよ。ロングホールトラッカーってこう感知ブレーキ、 V ブレーキタイプなので、それをディスクブレーキにしたので、ディスクブレーキが追加になってます。でそっくりそのままもうパーツを移植しちゃうとですね、だいたい16万円ぐらいかな、16万17万円ぐらいでいけるというのがこのカスタムになります。ですので もし今ディスクブレーキの、ホイールを持ってるとかですね、ディスクブレーキの自転車に乗ってるという方はですね、ホイールもブレーキも全部移植できるので、ほとんどかからないですね。この前ストラグラーから乗せ替えた、例があったんですけど、それはチェーンの長さを変えたぐらいでした。あとはもうワイヤーも、全部もうそっくりそのままドンと移すだけなので、まあ、10万8000円とチェーンが4000円としたら11万2000円の税別、あとは、まあ、移し替えの工賃ですね、ぐらいですね。それぐらいで新しいフレームになります。ということで、オンラインショップですね、ランドは完成車はオンラインショップでも販売しております、フラットハンドルタイプ、ドロップハンドルタイプ、この2つ展開ですね、になってます。ドロップハンドルのタイプが29万8000円で、フラットハンドルのタイプが26万8000円で、あとフレームも販売してます。で、こちらは基本色4つからお選びいただきまして10万8000円となってます。で今どんどん組み立てておりますので、また、新しいのが組み上がったら、どんどんご紹介していこうと考えております。はい、ということで今日は、700C のオールロードバイクとして、組み上げたランドについて、ご紹介でした。では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。